さあ本日大集大会のストリートファイターズの次準決勝第1試合は、さあ全世界にゼロスリーを発信するところターゲン、さあそして対戦するが、さあ関西のゼロスリーをむちゃくちゃにしているところ、さあある意味こいつがいるせいで攻撃入らないと過言ではないですからねはっきり言ってね。まあ正直ね、攻撃の話はね、もう話したらいろいろ涙目になってくるので、ね、もうすいません、はいすいません、あのしたかったら僕でも先ほど飲ませてください、はいすいません、はい。さあまずはダークとでもいい、さあまずは地上戦が続く、さあ大ファン、あーどうしきるよ、バイチさあ簡単に2倍、そしてそこまで最後削るよ、オッケーそら減るささああのね、あの剣のね、あの一瞬のあの変なところで盛り上がったと思うんですが、あの切り上げたいパンチっていう手強いパンチがありまして、あのカウンターヒットで当たると、ね、ダメージがこの技だけなぜか2倍っていうのがありまして、だけど当たっても2倍やけど食らっても2倍食らうということで、ちょっとあれボーンで食らうと盛り上がるんですよ。さあ2ラウンド目アタックは、さあタリブリをしているが、あーと使っちゃった、そしてあーと以下にこれ終わっちゃうの、あーとさあ攻撃コンボ入りましたよ、ゲームはあれ受け身取って効果で潰していくのができるんですけど、さあゲーム使ってしまったからもうどうしようもないか、はい、あれ全部じゃあこれが攻撃コンボで呼んでいきます。